皆さんおはようございます。はい、えー、本当にね、えー、今日一週間っていうのは本当に短いなと感じられますね。ほんのね、えー、7日前にここに立ってたのに、本当に一週間っていうのはあ、本当、えー、つい2、3日のよう前のような。 あー感じがしますね、えー。本当に、えー、もうだってもう二月のもうね、えー、後半に入っちゃいましたもんね。本当に早いです。今週のニュースで一つ話題になったのが、えー、水泳の池藤理化子選手が白血病だというニュースがありましたね。 えー、18歳という若さで、えー、本当に、えー、たくさんの記録を打ち立ててたくさんのメダルを獲得している大活躍している水泳の選手ですで来年の東京オリンピックの期待の星でもあるわけなんですね池江選手が白血病にかかったということで、えー、ツイッターにこのような言葉を書いているんです 私は神様は乗り越えられない試練は与えない自分に乗り越えられない壁はないと思っていますそういうふうにね、えー、このツイッターに書いたんですねツイッターですからねたくさんの人が見るんですねでテレビにも出てましたでこれを見て、ね、僕はびっくりしたんですねええー、池江璃花子さんってクリスチャンだったんだろうかでええー た、まあ、あのー、間違ってたら謝りますけども多分違うと思うんですねただこの神様は乗り越えられない試練は与えないというこういうコメントこの言葉はね間違いなく聖書から来ている言葉なんですねで、えー、日常的にさりげなく使われている言葉が 実は聖書から来ていることがあります。例えば、ああ、目から鱗鱗。豚に真珠。あるいは働かざる者食うべからずっていうね、えー。こういう、あの、言葉。これ聞いたことありますよね。これ全部ね、聖書から来てるんです。ね、だから、この私たちが何気なく。 さりげなく喋っているこの日常の言葉にもこの聖書の言葉がああ無意識に出てきてしまうそれだけ聖書っていうのは私たちの日本語という言葉に大きく影響を与えてるんですねはいでえー、神様は乗り越えられない試練は与えないというその池江さんの このコメントなんですけどもこれはねコリントビトへの手紙第1の10章の13節から来てるんですねあなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も与えてくださいますとねだから これは間違いななく聖書から来てる言葉なんですねあの神様っていう言葉は本当に,に日本人の日常会話の中でよく使われている言葉なんですねこれもまた無意識に出てくる言葉なんでしょうかただあーもし池江さんがクリスチャンでないならばこの彼女が語った神というのは 人間が作った神様なんですね人間が思いついて作った神様なんですで人が作った神というのは人を助けたり人を救ったりすることはできません唯一まことの神は聖書の神であって人間を作った神なんです人間を作った神だけが人を助けたり人を救ったり、えー それがでできるんですね、えー、池江璃花子さんが早く、えー、適切な治療を受けられてそして、えー、早く競技に復帰できるように、えー、願いたいと思いますまたもし池井さんがあイエス様を知らないのであればあ本当に、えー、彼女の創造主である神様を知ることができるようにお祈りしたいなと思います さて、えー、私たちが住むこの石巻という街はね、えー、ここに行けば必ず知ってる人に会えるっていう場所がね2つあるんですね石巻ってそんなに行く場所ないですからね2か所行けば必ず知ってる人に会えるその一つはあ蛇田のイオンモールでしょう。ね、えー 蛇ジャスというふうに、えー、美咲ちゃんを呼んでますけども、えー、この蛇田のイオンモールそこに行けば必ず知ってる人に会いますよね,ね、えー、あそこに行けばあミスタードーナッツもありスターバックスもあり、えーね、いろんな店ありますよね、えー、休みの日に、えー、親子連れで出かける場所といったらまず えー、このイオンモールではないかなと思います他に、ね、あんまり行く場所ないですからもう1か所行けば必ず知っている人に会えるという場所は日赤病院ではないかなと思います、ね、先日石川さんのお見舞いに行ってきましたで石川さん あの石川さんなんですけどね、えー、退院されて退院というかあ日赤病院から転院されて、えー、今はロイヤル病院に入られましたロイヤル病院で、えー、リハビリを続けるということですで、えー、まあ、日,日赤病院に、えー、まだ入っておられた頃石川さんのお見舞いに行ったらあ なんと、ねえー、安倍史郎さんに会いまして安倍史郎さんのお娘さんが胆石の手術を受けるということで行、えー、っておられたんですけどもおそれで史、えー、郎さんと家族全員に久しぶりに会うことができたんですね。はい、ね日赤病院にに行けば誰か知っているる人に会える でちょうど同じ日、えー、美咲ちゃんもお下のフロアに入院してました、ねえー、本当に、えー、日赤病院だけじゃなくてね、えー、まあこの辺の病院かずま内科だとか、えー、鈴木整形外科へ行けばあ、ね、誰か必ず知ってる人に会えるんですねはいもうあの月に,10月に、えーこの インフルエンザの予防注射を受け、えー、してもらいに行ったんですけどもまあたくさん知ってる人いましたはいねえー、まあ若い頃はねあんまりほとんど病院にお世話になることってなかったんですけども年を重ねるごとに、えー、お医者さんにお世話になる回数がどうしても 増えてしまうんですねで YouTube を見てると、ね、あるお医者さんがこの、まあ、中年のか人にね「先生最近、えー、病院にかかる回数が増えてるんですけどその先生はねしょうがないでしょうあなたは中古車ですからね <laughs> 中古車なるほど中,華中古車と言われればいろいろ体にガタが来るのも仕方がないかなと。 思,思うんですけども、えー、病人にはね2種類の病人がいると思います、えー、自分の病気を自覚している人と自分の病気を否定している人この2種類だと思うんですね自分の病気を自覚している人は病院へ行ってお医者さんのところへ行きます しかし病気を指定している人っていうのは病院へはいきませんねイエス様は私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われましたイエス様のところに集まってきた人たちは取税人や罪人たちでしたでこの取税人や罪人たちってどういう人だったのでしょうか この取材人という人は、ねえー、イスラエル人なんですけどもその当時イスラエルを支配していたローマ帝国のために働いてた人たちなんですねでローマ帝国に委託されて、えー、イスラエルの国民から税金を取り立てる仕事をしてたんですねで例えば、えーね、税金1万円集めて、ね、1万円を、えー ローマ帝国に納めなさいという、そういう仕事をしてたんですけども、実は、ひどい人は3万円集めて1万円をローマ帝国に納めて2万円をポケットに納めていたと。自分のポケットに、懐に入れていたとえいうことをやってたんですね。本当に、え、ー ひどい話なんですけどももう,一つも,うもう一グループ罪人たちという人たちがいたんですでこの罪人たちというのはどういう人かというとまあ罪人よりも悪いことをする人たちというふうに思った方がいいかもしれません、えー、で悪いことをする人たちというのは例えばあ彼らは売春婦であったり えー、あるいは暴力団のような人であったり、えー、そういう人たちなんですねで取材人にしてもこの悪いことをする人たちにしても彼らに共通しているところがあるんですねそれは何かというと彼らには罪の意識があったと自分たちは悪いことをしてるんだとでもそれしか俺たちには生きる 方法がなないいんんだという人たちなんですね悪いことをしてるっていうのは分かってるそして、えー、みんなに嫌われてるっていうことも分かってるだからすごくね罪の意識っていうのはすごく強く持っている人たちだったんですねでもイエス様のところに来てこの罪深いそして嫌われ者の私たちをイエス様は愛してくださって 受け入れてくだださったんだとこの罪深い罪の意識をたくさん持っている人たちはイエス様のところに来てイエス様に許されてそして大きな大きな喜びがあったんですねだから彼らをね病人に例えると自分が病気であるということを認めている人たちなんですね。 そういう人たちはお医者さんに行きますイエス様がそのお医者さんなんですねイエス様は医者を必要とするものは丈夫なものではなく病人です私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われました誰に言われたんでしょうか ね、そこには罪人や修税人、ね、がいたわけなんですけどももう一グループの人がいたんですそれは、えー、パリサイ派の立法学者という人たちだったんですねこの立法学者たちは外向きには清く正しい生活をしているように見せていたんですけどもしかし彼らの中身もやはり罪人だったんです罪のの意識のない 罪人だったんですね。一般的に罪人というと、皆さんはどういう人を思い浮かべますか？ね、自分以外の人ですか？ね、えー、一般的に罪人というと、まあ普通はね、えー、犯罪人というようなイメージが強いと思うんです。ね。 えー、殺人犯とか強盗犯とかね、えー、詐欺師だとかあそういう人を、まあ、我々は一般的に罪人っていうふうにいそういうイメージを持ってるんですけども聖書は罪とは何かということをはっきり教えてくれてるんですね聖書はあ罪は神から離れて生きることということを教えてくれています また神から離れた生き方をすることを罪創造主である神を知らないで生きてきた全ての人間が罪人であると聖書は教えてます創造主を知らないということは例えばトヨタの車が自分はトヨタじゃない私はホンダなんだと言ってることと同じなんですね その車のメーカー創造主はトヨタであるんですでもねえー、自分はホンダだとそういうことは、えー、その車のメーカー創造主であるトヨタに対して罪を犯している人も人のメーカーである創造主である神を知らないで生きてきたまたそういうし知らない 生き方をしてきたそれが「罪なんですねあなたは罪人です」って言われたら誰でも不愉快に思うと思うんですけどもね創造物が創造主に対してあなたを知らないということをもっともっと神にとって悲しいことなんじゃないかなと思います。 私も皆さんも神様の目から見れば私たちは全員罪人なんです罪の意識がなかった罪人なんですね立法学者たちは病気を否定している病人たちのようでした取税人やその悪い人たちは 病気を認めているすなわち罪の意,識の意識がある罪人だったんですねですから立法学者たちは罪の意識のない罪人たちだったんですイエス様は私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われましたすべての人は罪人であると聖書は教えています イエス様の目から見て正しい人は誰一人いません罪人を招くために来たのですということは全ての人を招くために私は来たんですとイエス様は言われているんですねイエス様は私たちをどこへと導いてくださるんでしょうかそれは私たちの創造主である神の そして神との永遠の交わりのところへと導いてくださってるんですねはいで教会が神との交わりとの,の原点なんです教会が神との交わりの原点です教会が神の国への入り口なんですね今日はあのなるべく天国っていう言葉を使わないように ししてるんですすけども使使っちゃいました <laughs> 使いままたな,なぜ天国っていう言葉を使わないようにしてるかというとお聞く人によっては早く死,に死んで天国に行きなさいというように聞こえ,てる,聞こえるかもしれないんでそういう誤解を受けないように、えー、説明したいと思うんですけども教会生活っていうのは天国での生活の 予行演習なんですねですからここで集まっている私たちが神の家族として集まっているこの集まりがそのままねだから今この私たちがこうやって家族で集まっているこの集まりがそのままあの天国の予告編になってるんです私たちのこの教会というものは。 教会はイエス様を信じて罪を許された罪人の集まりなんです私たちは罪を許されて神の家族とされましたイエス様は罪の意識のある人に救いを与えられます救いを求める人には与えなしに イエス様は私たちに救いを与えてくださいます。救い主を求めるならば、イエス様はあなたを迎え入れて救ってくださいます。